っかり学んでいく、腑に落ちるメンターから学んでいくっていうのが一番いいかなというふうに思います。で、金利について知りたいっていう、ことも聞かれました。長期投資、まあ、長期積み立ての場合ですね。あと、まあ、SP 500の場合の金利とかですね、金利の相場ですね。不動産投資の場合、まあ、不動産投資の場合 10% でもいいんじゃないですかね、まあ、ただもう不動産投資って本当に場所といろんなところで全然利回りが違ってくるので、ただまあ 10% 以上とかっていうのは目指したい最低ですよね。ところで、で SP 500だったら、まあ、あの今までの実績ベースでいうと 7% 以上っていうのは あります。なので、まあ、例えば100万円、初期投資100万円で3万円ずつ20年間投資したときに1900万円ぐらいの、積み立てが見込めるってことですね。まあ、これが銀行だと800万円ぐらいなので、まあ、実に3倍弱ぐらいの違いがあるってことですかね。なので、まあ、賢い人は SP500 の